私とはぐれるわけにはいかないから、いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。嘘をつくぐらいなら何も話してくれなくていい、あなたを去っていくのそれだけは分かっているから。見つめ合った私は可愛い女じゃなかったね、せめて最後は笑顔で飾らせて、涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、その雫ももう一度飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸に留まり続ける限り、あなたを忘れずにいられるでしょう。許してね恋心よ、甘い夢は波にさらわれたの、いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。あなたのそばでは永遠を確かに感じたから、夜空を焦がして私は生きたわ恋心と、せーの、じゃじゃん、サウダージ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。もちろん今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでお送りしております。2番とかもショートにしています。もし全部フルでやりたい方は、コード進行一つですね、歌詞だけ書いてって、自分だけでこうノートに書いて、歌本作ってみてください。で、テロップと一緒にできるようになった方は、今度は自分でこうノートに書いて、それを見ながら自分だけでやってみるのがいいと思います。ただこれはね、やっぱり言葉の数が多くて、この歌を載せるタイミングとかね、そういうとこ結構やっぱ深くて面白いんで、ちょっとこう、真剣にっていうかね、面白いですよ。取り組んでみてください。書くとね、よくわかるんですよ、そういうことが。で、私のノートをその時のために見てもらおうと思うんですけど、ここちょっと見てください。イントロ、フレーズ1って書いてあります。これね、イントロはね、これからやるかっこいいバージョンではバッチリ決めようと思います。今はね、いきなりこのサビの始まりから、歌から入りました。これこうやって、一時停止でメモっていってください。はい。まず、ここからここまで、ね、これが、まあ、A メロですね。はい。じゃあ、一時停止。で、よく見ると、この下にくるっと囲っているコードは、後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードで、今の上の段のシンプル簡単コードにアレンジしてたんで、まあ、後で解説しますけどね。下に書いてあるのはかっこいいバージョンでやる。はい。で、ここが B メロですね。はい、ここ、ダダダダダとか書いてあるでしょ。こういうのはテロップに書いておきますんで。で、ちょっと控えるこの Gm7 っていうコード。これなかなか見慣れないコードですよね。これだけちょっとね、どうしても逃げられないというか、これはやっぱ雰囲気出して、後で解説します。ここのコードもね。はい。ここもコードが変わってますね。はい。で、ここをサビ繰り返して、もう、ここ最後のサビなんですけどね。コード進行してて歌詞が変わっていくということでございます。はい。かね。で、さっき言ったんですけど、このイントロメロディーはね、ここの一回サビが始まって、ここの間にもここフレーズ1ということで、イントロメロディーのフレーズが入ってきますと。じゃあコードの解説どんどん行きましょう。はい、まずは今日出てくるコード、ちょっと今日スペースがなくなっちゃってまったんで、文字だけですけど、基本です。基本コード。Am, F, Dm, D7, C, G7, Em7, E7 ですね。これはもう典型的なガズレレ必須コード、オンパレード。プラス、さっき言った Gm7、っていうコードなんですけど、これをちょっと後で解説する。まずここの部分ね、これは超ガズレレではもう超基本コード、これです。ガズレレ必須コードというグループの仲間。以前この10個のコード、私がめちゃくちゃ分かりやすく解説してる動画、ここに貼っておきます。ここでこのコード覚えてください。これはね、まず覚えた方がいいです。で、やっぱりね、8個とか10個とか入れると、うわ、そんなにあるのかと思うかもしれませんが、1個ずつ見ると指1本だったりするんで、とにかく頭にスッと入れるように、頭にこう、体にパッと馴染むように、面白おかしくそれを覚えなきゃいけません。それがさっきの動画ですからね。楽しく覚えてください。じゃあ、どんどんいきます。で、さっきも懸念に上ったこの Gm7 というコードですけど、これをちょっと、今からやってみます。これね、解説します。まず押さえる場所。ここと、ここの3つですね。こういう風にここをこうやってグッと2つ押さえてちょいと足すのがいいと思います。ここ、このぐらい反り上げてください。こう、グッとこうね。はい。で、これがちょっと難しい方は、こうでもいいですよ。1個ずつ押さえてちょいでもいい。どっちでもいいです。まあでもこれ2つの方が楽かな。これ Gm7。これは、この曲にはちょっと欠かせないかなということで、ちょっとね、ここでやってみました。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。さらにですね、
さらにさらに B7 というコードを追加しましょう。 B7 というコードは他にも押さえ方があるんですけど、ガズレレではこの押さえ方の B7 を推奨してます。こっちの方が簡単だと思うんですよね。まあいや、これちょっとやってみます。 B7 押さえる場所いきますよ。こことこことここで一弦は押さえません。こことこことここ、こうですね。はい、これが B7 ガズレレ流で、ちょっとできる人は2フレット全部押さえて3弦の3フレット押して、これも B7 になる。まあどちらでもいいですけど、こっちの方が初心者の人は楽だと思いますね。はい、でこの曲のリズム、全体的なリズムは、はい、こちらです。典型的な16ビートのチャというリズムです。ちょっとこうサビでやってみましょうか。私は私だんだかたかたかたんだかたかたかたんだかたかたかたんだかたかたんだかたかた。これね、かっこいいですけど、ちょっと難しいんですよね。しかもこの曲の場合、なんかこうラテンっぽい感じの、こう打楽器っぽい要素のエネルギーをすごく感じるんで、まあ特にこの今日はビートが大事になると思います。一応ですね、この16ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャというリズムを、動画でマスターしてください。とはいえですね、これ順番がありますから、まず最初はリズムのストロークの基本の8ビートっていうリズムからマスターしてください。そこのリンク先に書いてありますからね。8ビートがちゃんとできるようになったら、8ビートのチャというリズムをマスターして、その次に16ビートをマスターして、その次に16ビートのチャというふうに、なかなかこう階段がね、登っていかなくてはいけない。いきなりこのリズムなかなか難しくて、皆さんこの16ビートのチャができるように、楽しんで練習しておられるという状況です。はい。いずれ、これは楽しくやって、ものにしたいリズムナンバーワンでございます。16ビートのチャでやってみようと思います。それに加えてですね、今回はですね、このさっきも言ったんですけど、イントロで出てくるこのフレーズですね。イントロフレーズ、これをちょっとやってみようと思います。このイントロフレーズ、ここにちょっと書き出してみたんですけど、見て、フレーズ1ね、2弦、これね、 Am を押さえたまんま2弦だけでフレーズを奏でるということです。これ見てください。2弦なんですけど、000303000332って書いてあります。これ2弦だけですよ。あとは Am 弾くっていうイメージです。ちょっとこれを解説します。まず Am 押さえとくでしょ。はい、 Am 押さえたまんま二弦の三つったらここですよね。ここ。まず前半のブロックは、これ、003030。はい。これが前半。後半は、003320332です。Am 押さえたままだからね。これを繰り返してフレーズにしてます。こんな感じ。1,2,3,4。押さえたまま3030と332、これちょっと調整してみましょう。リズムは16ビートのチャですからね。この感じがね、怪しげなこうラテンっぽい感じの雰囲気を出します。これをイントロと、出だしと A メロの間の間奏のところでこのフレーズを入れてみましょう。これはなかなか面白い。はい、これはやっぱこう情熱的なリズムのこのビート感がだいぶ大切になってくる曲だと思われます。で、あと他にはさっきも言ったんですけど、テロップの中でダダダダって書いてあったり盛り上げるとか、ちょこちょここう、中訳が入りますから、そういうの見逃さないようにいきましょう。それでは行きましょう。サウダージ、ポルノグラフィティ、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。感じ
ポルノグラフィティの曲ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。この灼熱の感じに合うぐんぐん来るビートがこう表現できるとなおかついいと思うんですけどね。まあやっぱこのリズム感がやっぱ言葉もね、早口言葉みたいにバババと言葉が連なってるでしょ。そこも一個ビートなんですよ。言葉の中のビート、その口のこの言葉のビートとこっちのビートがこうガッとリンクするときがこうきっとね、気持ちがいいグルーヴが生まれると思います。まあこれはね結構やっぱなんていうかテンションというか気分が相当ね、入って大事っていうかね、その気分が乗ってくる感じがすごくいいと思うんで、心込めて大きい声でやってみましょう。さあ、お知らせ、11月11日ガズレールの日ということで、イベント東京渋谷にある東京カルチャーカルチャーで開催というご案内させていただいたんですけど、ありがとうございます。ソールドアウト、嬉しい、ありがとうございます。皆さん参加される方はウクレレ持ってきてください。で、この日にね、10時半から朝の10時半から11時半までどなたでも参加できる、ウクレレ思想ポップアップショップが同じ会場でオープンしてますんで、チケット取れなかったも方もね、東京ではね久しぶりのポップアップショップ思想できる、機会なんで、入場無料です、もちろん、ぜひお越しください。概要欄に詳細貼っておきます。ガズレルではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね、でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とかあと島村ガキさんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね本当ガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はねこのガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人ももりもりやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がそれも増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。